強い、がうのは弱い。何が起こるかわからない。うーのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。うのとパンチの今日は驚き緑地でダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。すーのちょっと場所を移動しましてですね、とどろき球場の3階に、はい、来ております。なんかこう暑いけども、風が爽やかだね。そうですね、うん、ちょっと高いんですけども、パンちゃん高所恐怖症ですけども大丈夫ですか？うん、後ろ見なければ大丈夫じゃあ後ろ見せて、あのカメラで見せましょう。とどろき球場、とどろき緑地のですね、思い出なんていうのをちょっと教えていただけてもよろしいですか？まずたくさんあるけども、はい、まあ今時効だから言っちゃうけど、高校3年間っていうのは男子校で、はいはい、男女交際なんていうのも当然ないしさ。あ、はい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 、夏の大会法政二高に負けて、その時初めて中学校の同級生に、女の子に連絡して、会ったのがあの銅像があるんだ、あそこに公園の。あ、銅像があるんですか？あそこのところで待ち合わせしてさ、今の子たちにその彼氏彼女っていうレベルじゃないんだけど、初めてデートしたよね、そこでね。あ、でそれからお付き合いをするようになったんだけど、はい、あれは9月ぐらいだったのかな、で俺はもうアジア大学決まってたから、はい、練習しなきゃいけない、免許取らなきゃいけない、はい、3番目に彼女とのデートだったから、あ、なるほどなるほど、すぐ振られちゃったねそんな思い出もあるでしょ、優先順位的に通しても、そして、まあ、プロになって、はい、この川崎に戻ってきてからも毎日ここを散歩してるし、愛犬のラブラドールレトリバーのウェンディっていうのとも、はい、毎日散歩して、春には桜のところで写真撮って、その写真がこちらです。あ、素敵な写真ですね。でよく見るとね、ウェンディ来年も見に来れるかなって言って、いつもまた1年過ぎるんだけど、ある年の3月15日に亡くなったのかな、来年も来れるかなって言った時の顔がすごくアップにこうするとさ、かなりそうな顔してるんだよね。なんかそういう表情というか、そういう思い出もあるし、それから東日本大震災で、はい、被災地の福島の人たちだったのかな、アリーナにこう寝泊まりしてる時に、まあ、応援っていうかさ、子供たちもいたのでトランプとか絵本とかを届けたりしたっていう思いもあるしね、はい、昨日か、はい、昨日ちょっと雨が降ったよね、はい、奥さんと散歩してたしね傘さしてね、もう日常的にそうだね。だから毎日よく散歩しますねって言うけど、歯磨くようなもんだからさ、はあ、だからここは本当ね、春夏秋冬、はい、楽しめるんだ、でこれが今度グレードアップして子供たちが走り回ってるような、光景があったら、どんどん年取っていっても楽しいだろうね。あ、そうですね、なんか日に日にこういろグレードアップして景色が変わっていくかもしれませんね、今は散歩のね、お父さんお母さんぐらいしかいないけども、はい、これで子供たちが走り回ったり何するような、あれだったら元気もらえるね。そうですね、さっきもお伺いしますが、パンチさん20年間ずっと散歩をされてるんですよね。そうだね、歯磨くような感覚とおっしゃってたじゃないですか、で私カープ OB の高橋義彦さんから聞いたんですけども、なんか毎日、腹筋をやったら、腹筋を10回ずつやったら1年間、10万円あげるみたいなことをファンの方におっしゃったらしいんですよ、そしたらね、それをできた人って一人もいなかったんですって。俺20回やっちゃうけどね2年間やったら20万くれるんですかって、だからそれだけこうなんかなんですかね、同じことを継続するって難しいと思うんですけど、20年間それを続けられると思う。20年間じゃないよ、もっと言ったら。あ、もっとですか？58年間だよ生まれてから。いやだってすごいですね、1日も休んだことないよ。うわ、それでも本当すごいと思います、だからそれが1日も歯磨く
くのを怠ったことないよって言ってすごいって言われたようなもんでさ、うん、いやなかなかね、うん、できないと思いますけどね、うん、でも僕1個だけね、うん、毎日この5年ぐらい続けてるものがあるんですよ、うんうん、はい、私ツイッターで毎日ウノカードを使ったウノ占いっていうのをやってるんですよ、うんうんうん、その映像はこちらでございます。これはねこの5年間毎日欠かさずやってます、うん、これだけはね自慢でいいんです、うん、それに散歩も加えたらいいよそうですね、うん、ウノ君なんか、撮影でよくこっち来るんだからさ、あそうですね、あのそれこそ、自転車買ってさ、そうなんだ、 PK さんの事務所に自転車置いときゃいいんだもん。あそうですよね、ダブルロックして歩くのもいいけど自転車でこれ最高だぜ。いや気持ちいいと思いますよ、ね、うん、綺麗な緑もありますし、こっちでは4番ピッチャーまるまるくんと、あいい、ね、こっちではパラーサッカーでさ本当ですよね、いろんなスポーツの音が聞こえてきますよね。こんななるとは思わなかったな川崎はな。いや僕もこのもう川崎もう上京して12年ぐらいいますけども、うん、あれ武蔵小杉のタワーマンションのおかげだな。あそこで川崎のイメージがアップしたんだ。この小杉が10年後20年後ね、うん、どういう風になっていくのかっていうのも楽しみですよね、うん、今日の話を聞きましてですね、全国はもちろん世界にプレーするプレイヤーが、はい、スポーツプレイヤーが川崎出身っていう風になったら嬉しいね。そうですね、うん、だってサッカーは静岡が多いんでしょ、うん、あ多いですね、うん、三笘選手なんてもうワールドカップでもやってます、世界でも活躍してますから、うん、田中碧選手とかねフロンターレの選手いっぱいいますし、静岡サッカー、サッカーだけっていう風にさなればいいよね。そうですね、川崎は野球もあるしね、うん、サッカーもあるしね、バ、うん、レーボールもあるしね、うん、バスケットもあるしね、ラクロスもあるしね、あの人もあるしみたいな感じでね、うん、さっきね小井社長のお話聞いてちょっと思ったんですけども、うん、全国の政令指定都市の課長クラスの方が川崎に見学に来ていらっしゃるっておっしゃってたじゃないですか、うん、それで政令指定都市広島も入ってると思うんですけど、うん、これ広島もぜひ、ね、これ見習ってほしいですね、うん、この川崎のこの広口の使い方、広島もねサンフレッチェ広島っていうチームが今度新しいサッカースタジアムができるんですけど、本当、その周りにいろんな施設作ってね、いろんな人が集まるような施設にしてほしいなちょっと思いましたね、うんうん、まあ、子供たちは勉強も大切だけどさ、うん、こうスポーツで思いやりの気持ちを、うん、養ったりさ、うん、我慢する気持ちを、うん、覚えたり、うん、コツコツ努力することを覚えるっていうのはやっぱスポーツだからね。そうですね、うん、勉強も大切だからさ、うん、うわぁ、ずいぶん高いなぁ、おぉ、こっからあ、もうおぉ、ね、見えますね、今日これで隠れちゃったんですよ。あー、スタジアムから見えるんですよ。なるほど、あの釣り堀も雨の日もテントに入ってやってますよね。やってます、やってますどんな日でも男ってなんか寂しいよな、一人用のテントでこうやってやってるんだぜその後のあそこの食堂がすごく皆さん楽しそうなんで、僕は朝早くいつも閉まってるんですけど、やってるんですか、あそこ。やってます、何が美味しいんですか。ですね、私は生姜焼き定食、日本一美味しい。そんなちゃんとしたものが出るんですか。かなりちゃんとしてます。天ぷらも天ぷらうどんって言っても、天ぷらうどんの天ぷらと思えないクオリティが出てきます、釣り堀のなんかそういう食堂ってすごく美味しそうじゃないですか、分かりますね、なんかね。俺いつも朝だからさ、閉まってからさ、あ、今回はここ等々力パークに私も来たんで、等々力パーク、等々力緑地を通して川崎市の魅力を発信していくっていうのが今の新しい役割だなと思ってます。これからも川崎からですね、はい、日本をのスポーツをバーンと盛り上げていっていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。でこちらがですね、プレゼントでございまして、はい、我々の YouTube チャンネルのオリジナルステッカーでございまして、はい、6先でお配りしているんですけど、はい、こちら贈呈いたしますので、どっかに貼っていただければと思います。ありがとうございます、はい、ご自宅の冷蔵庫とか、はい、行きつけの居酒屋さんとかに頂戴いたしました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。この後パンチの今日は轟緑地でダイバーダイバー、放送席ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちましたパンチ佐藤さんです。どうもー、いかがですか今の気分は。現実のまで飲みたいんです、今日は大阪みなみで待ってます。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で
知ってる。パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダーマーダーマー。小杉はもうわざわざ飲みに来る人多いですからね今。あ、そうですか。昔渋谷とか、うん、あの、青山とか行ってたのと同じで小杉飲みに来てます。もう小杉を目指してくるという。あ、なるほどなるほど。じゃあやっぱりでもその方がいいですよね。若い方の方のイメージが強いとやっぱりこのどん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 活性化していきますから。うん、あれ伊東の稼働の前になんかね焼き魚定食の店できましたね。できました。日々もうなんか行くたんびに新しい店ができてて綺麗で美味しそうな店が、サバ定食サバ屋とかね、すごい立派なのができましたね、私も昨日の武蔵小杉で、はい、食事をしましてですね、あのイタリアンレストランなんですけども、はいはいはい、なんかそこ その、マスターがですね、うん、釣りする方で、うん、今朝取ってきたんだよなんて、すごい、タイのカルパッチョ食べさせていただいたんですけど、あ、すごいおしゃれ、うわ、おしゃれですね。アストっていう店なんですけど、アスト、はい、今まで食べたカルパッチョの中で一番美味しかったです。うわー、すごい。我々の YouTube チャンネルをですね、あのご覧にくださってる方もですね結構増えてきたんですよ、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね多分ねいらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの。教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございます。あのですね、あのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですねチャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、でそこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッ。そうね。そうですので、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。